2021年新年明けましておめでとうございます。どうも弱小セドラです。はい、2021年の幕開けですね。ということで、今回の動画はですね、新春特別企画、セドリの準備から梱包まで全部まとめてみたスペシャル。はい、ということでこの動画はですね、2021年これからセドリを始めようというふうに考えている方に向けて、まず準備するべきもの、そこからですね、アマゾンの倉庫に納品したりする梱包発送まで、すべてこの動画でギュギュッと一本にまとめて、この動画を見るだけですべてが理解できるという動画になっております。2021年今年こそ脱サラしてやるっていう人とか、老後の資金を今年中で貯め切ってやるっていうね、もう2021年これからね、セドリに挑戦しようと思っているような方は、ぜひこの動画最後まで見ていただけたらなと思います。ということでこの動画はですね、3つのフェーズに分かれます。まずフェーズ1が準備物編ということで、今からですね、ここに背取りで必要なものっていうのを全て並べていこうと思います。フェーズ1を見てもらって、背取りをやるためにはどんなものが必要なのかなっていうふうにまず、理解していただけたらなと思います。フェーズ2で商品をリサーチして、商品仕入れていってで、その仕入れのね、様子とかも、見ていただけたらなと思います。そこでリサーチのやり方とかも、解説していこうと思いますので、商品ね、なかなか見つけられない、利益主義でどうやって見つけるのっていう、どんな風にリサーチするのっていう風な方は、ぜひ見ていただけたらなと思います。店舗セドリ、行く店舗っていうのは、もう全国どこにでもある、イオンで店舗セドリしようかなと思ってますので、近くにね、イオンあるかと思いますので、ぜひ、フェーズ2の、店舗セドリも、見ていただけたらなと思います。フェーズ3で、3つ目は、梱包発送ですね。アマゾンの倉庫に FBA っていうね、アマゾンのフィルメントなんたらかんたらセンターっていうのがあるんですけど、商品を出品して売っていこうと思ったら、そこをね、使用するのが一番ね、効率がいい方法となってますので、そこに送るための、梱包とかね、発送のやり方、実際ね、商品段ボールに詰めながら解説していこうと思います。ということで、これからね、セドリやっていこうっていうふうに思う方は、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。それではまずフェーズ1つ目、準備物編ということで、準備したいと思います。ということで、セドリをやる上で必要なもの、ちょっとね、全部、揃えてみました。はい、意外にね、改めて見たらめちゃくちゃ少なかったです。はい、ということでね、ちょっと一つ一つ解説していこうと思うんですけど、まず、必要なものはパソコンですね。パソコン最悪なくてもいいんですけど、やっぱりね、リサーチするときあったら便利です。パソコン。ネットサーフィンとか、もうちょっとリサーチってね、アマゾンちょっと見ていくとか、それくらいなので、別に中古のパソコンで全然 OK です。僕もこれ、お風呂のパソコンで、新たに用意したわけじゃなくて、なんか友達からもらったね、パソコンなので、めっちゃ古いパソコンとかで全然大丈夫です。はい。なので、まあ、パソコン1台あれば、便利なので、まあ、3万とかでね、売ってる中古のパソコンとかで全然いいと思いますので、そちら用意していただけたらなと思います。で、2つ目に必要なのがこれですね、プリンター。ということで、梱包編でちょっと説明するんですけど、商品のね、裏にあるバーコードに、ラベルシールっていうのを貼っていく必要があるんですよ。それを打ち出すための必要なプリンターっていうような形になります。で、まあ、最悪ね、コンビニとかでも打ち出すことできるんですけども、やっぱね、ずっとこれからね、セドリやっていくってなったら、まあ、1台持っておくとかなり便利です。で、これも全然そんな高くなくて、アマゾンでもう4000円とかで、売ってました。で、めちゃくちゃ使えるプリンターなので、ぜひ、アマゾンの方で、買っていただけたらなと思います。これ、エプソンのなんかプリンターですね。はい。もう打ち出せたら何でもいいので、で、カラーじゃなくてもう全部白黒でいいので、まあ動けばいいっていうレベルですね。はい。なんでまあこれもまあ最悪中古でも全然いいと思います。はい。で、次必要なのがこれですね。ラベルシール。ラベルシール。まあ先ほど言ったね、このラベルシールに、このバーコードをね、印刷して、で、それを商品一つ一つに貼っていくっていうようなことをやっていくんですけど、そのためにラベルシールっていうのが必要になります。で、これ FBA 対応って書いてるんですけど、FBA 対応。これですね、Amazon に売ってます。はい。で、アマゾンすごく安く売ってますので、確か1000円ちょっととか売ってたかな。はい。で、まあ、これで言うと200枚、300枚くらい入ってるんで、で、FBA 対応っていうことで、まあ、すごくね、剥がしやすいラベルシールになってますので、お客さんに届いた時に、お客さんもすぐね、パッて外すことができるような、便利なね、ラベルシールになってますので、まあ、これもアマゾンで売ってますので、ぜひね、買い揃えていただきたいなと思います。結構ラベルシール、すぐなくなりますので、結構多めのやつ、買っていただけるといいかなと思います。で、次必要なのが、これ、A4 の紙ですね、紙。はい。で、これは何に使うのかっていうと、FBA 納品するときに、FBA に着いたら倉庫のね、作業員とかが中身のものを把握するためなんかわからないですけど、梱包するときに、最後、段ボールに、バーコードを印刷して、それを貼るっていうことをやっていかなきゃいけないので、それを印刷するときに、この A4 の用紙が必要になってくるって感じですね。
あとまあ自己発送で送るときとかね、納品書とか、同封するっていうのは必要ありますので、それを印刷するときもまあ何かとね、A4 用紙使いますので、普通のホームセンターとかで売ってますので、ぜひまあ買い揃えていただけたらなと思います。次必要なのが、ちょっと忘れてました。これですね。スマホ。はい、スマホ。スマホも必要ですね。店舗セドリとか行ったら、まあ、これでね、Amazon セラーセントラルとかいう Amazon 公式のアプリを使って、利益計算とか、月間でどれくらい売れてるかとか、Amazon ランキングとかそういったことを確認するのにスマホ。もうこれはもう必需品になってますので、もしガラケーでやろうと思ってるっていう方は、中古でもいいと思いますので、Android、iPhone どちらでもいいので、買い揃えていただけたらなと思います。これはもう必需品ですね。で、次必要なのがこれです。ガムテープということで。まあ、これはわかりますね。段ボールに梱包して留めるときに、まあこれ絶対必要になります。はい。まあこれもホームセンターとかで全然売ってますので、買い揃えていただけたらなと思います。で、ちょっとね、こっちですね。段ボールですね。段ボール。まあ梱包するときね、段ボールに全部ね、まとめて、やっていくので、なんか紙袋とかに送ってね、それで FBA とか、それはダメです。もう FBA の基準として、段ボールに梱包する必要がある。しかも巻き段ボールはダメで、カスタムしたりとか。変形させたりとか、そういったのも全然ダメです。なので、ちゃんとした正規の段ボールっていうのが必要になってきます。まあ、正規の段ボールが必要と言っても、絶対買わないといけないから、売ってるものじゃないとダメかって、別にそんなことなくて、ドラッグストアとかね、店の前とかにね、段ボールがずらーって置いてあるところがちょっと拝借して、そこからもらって、それに詰めていくのも全然 OK です。ただ僕は、もうそれを探す手間が、すごくめんどくさいので、いつも段ボールは購入してます。1個200円くらいですけど、まあそれはもう全然必要経費だと、まあ僕なんかちょっと割り切って、もう段ボールは全部購入するようにしてます。で、それとまあこれですね、まあこれまあちょっとゴミが混じってるなと思ってるかもしれないですけど、これはゴミじゃなくて、梱包資材です。はい。要するになんか緩衝材ですね、緩衝材。まあなんか段ボールで空いた隙間にこれを埋めて、まあ、ね、衝撃緩衝すると。スカスカのね、ところだったらやっぱ、段ボールを FBA 送るまでにガタガタ揺れますので、なので、その際、ね、商品が傷ついちゃってね、ダメになっちゃうみたいなことになったら最悪じゃないですか。なので、まあ、こういうのね、しっかりと詰め込んで、まあ、動かないようにするっていう役割になってます。まあ、これね、電脳仕入れした際についてきたやつを僕は、まあ、貯めていってるんですけど、まあ、最初こんなんないよっていう方は、プチプチとかでもいいですし、新聞紙とかでも全然いいんですよ。はい、新聞紙 OK なんで。新聞紙を緩衝材の代わりにして入れるっていうのも全然 OK だと思います。なので、まあ、緩衝材使うことで、商品ね、傷つけずにやっていけるかなと思いますので、ぜひこれも用意していただけたらなと思います。で、次必要なのがこれですね。ちょっと見えますかね。銀行口座ですね。はい。Amazon の登録をする際に、銀行口座っていうのが必要になってきますので、皆さん持たれてるかと思いますけど、まあ、新たにね、手取り用として開設してもいいと思いますので、銀行口座用意していただけたらなと思います。で、次必要なのがこれです。クレジットカードですね。クレジットカード。まあ、商品仕入れる際、まあ、現金でもいいんですけども、まあ、現金だとね、手元の資金がね、がっつり減っちゃうので、はい、月に例えば50万仕入れしましたってなったら、手元の資金、ね、現金が50万消えるので、まあ、そうじゃなくて、クレジットカードを使って仕入れることで、代金を支払う日を先延ばしにして、まあ、それまでに売り切ることで、まあ、健全にね、キャッシュフローを回していけることができますので、まあ、クレジットカードもぜひね、用意していただけたらなと思います。まず一番最初に用意すべきクレジットカード、まあ、楽天カードかなと思います。まあ、電脳でも使えますし、まあ、店舗でね、商品仕入れて際も 1% と、まあ、交換原率と、まあ、かなりね、使えるカードになってますので、まあ、楽天カードをまずね、用意していただけたら全然いいかなと思います。まあ、ということで、準備物編ということで紹介したんですけども、まあ、案外多くないですよね。まあ、プリンターと、で、まあ、パソコンを用意して、銀行口座、クレジットカード。まあ、そこまで用意したらもうほとんどね、必要っていうのももうないですよね。まあ、ホームセンターで全部揃えますね。あと、段ボール、ラベルシール。ラベルシールもちなみにホームセンターで売ってます。まあ、アマゾンで買った方が安いんですけど。で、まあ、A4 用紙と、こういう梱包資材ですね。緩衝材と、ガムテープと、いう感じになってます。まあ、これだけ用意したらね、まあ、セドリをやるための準備はもう完璧なので、はい。あとはもう今から仕入れに行って、納品して販売していくみたいなだけですね。はい。ということで、フェーズ1はこんな感じになります。次はね、フェーズ2ということで、実際仕入れに行ってこようと思います。イオンセドリ今から行ってこようと思いますので、ぜひ、続きも見ていただけたらなと思います。それでは、イオンに行ってきます。イオンモールに行こうかな。ということで、イオンの方にやってきました。ということで、今からね、店内の方に入っていって、ちょっとセドリの方やっていこうと思いますので、ぜひリサーチのやり方とかね、解説していけたらなと思います。それでは、行ってきます。はい、ということで、イオンの中にやってきました。で、僕はですね、基本的におもちゃを取り扱っていて、まあ初心者の方っていうのは本当このおもちゃ、セドリっていうのは非常にしやすいと
思ってます。一番利益出しやすいと思いますので、まあ、ぜひね、おもちゃを取り扱っていただけたらなと思うんですけど、どうやってね、リサーチしていくのかっていうところですね。今これちょっと見てもらっていいですか。パチェリエっていうところのコーナーです。これパチェリエ。まあ、女の子の、まあ、カバンみたいなものですね。で、まあ、実際今利益が出る商品とかがこれになります。これがちょっと今利益計算していくんですけど、Amazon セラーセントラルの商品登録っていうところの右上を押すと、カメラが出てきまして、カメラでバーコードを読み取ると、こんな感じで商品が出てくる。ここで利益計算ができるっていうのが結構便利なアプリになってます。今 Amazon 価格6299円。ランキング9000位。まあこれちょっと体感的なんですけど、結構売れているランキングになっています。まあこんな感じになってて、これでちょっと利益計算すると、仕入れ値が4928円、利益的には274円なんですけど、イオンっていうのは、クーポンが使えまして、このクーポンっていうのがめちゃくちゃ大きく、ちょっと影響してくるんですよ、セドリにおいて。でちょっと見ていくんですけど、まあ、これですね、キッズリパブリックっていうアプリのこのクーポンっていうところで子育て応援クーポンっていうのがありまして、これはおもちゃコーナーの、商品の対象商品が全て 5% オフになると、結構大きいクーポンになります。で、これを使って仕入れをしていったら仕入れ値が4681円になります。だったらこれでちょっともう一回再計算してみると521円利益が出るっていうの形になります。500円でなったらね、結構利益率的にも 10% 以上出てるし、回転も結構いいので、まあ、実際仕入れていこうかなっていうような形になります。で、じゃあなぜこの商品を見つけられたのかっていうのが一番気になるところだと思うんですけど、まあ、パチェリオっていうね、この女の子のおもちゃとか、ディズニー系が、めちゃくちゃ利益出やすいです。要するに、こう、パチェリエのこうコラボしてる、ディズニーとコラボしてるやつって非常に利益出やすいので、それをちょっとリサーチしていったっていうような形で見つけられました。というような感じで、結構、商品に対しての知識があれば、結構背取りしやすくなってきますので、商品知識っていうのをしっかりつけてやっていただきたいなと思います。ということで、イオンのゲームコーナーに来ました。で、このゲームも結構ね、知識があったらかなり利益取りやすいコーナーになってます。結構いろんなね、商品があるんですけど、利益取れる商品というのはこれです。スーパーマリオオデッセイのオデッセイガイド付きの限定版の商品。これが、ランキング783位、めちゃくちゃ売れてます。今Amazon 8780円。で、これ仕入れ値がですね、6358円。なのでこれで計算してみると今の中でも724円利益が出ると。で、ここから先ほど言った通りクーポンの出番です。で、実際クーポン 5% オフちょっとかませると6061円になります。で、これでちょっと見ていくと1021円利益が出るっていうような形になります。結構いいですよね、これだけで1000円くらい出てる。なんで店員さんとか聞いていて、まああったらあれだけ仕入れていこうかなっていうような形になります。ということで、ね、ちょっと背取りしてきました。まあこんな感じですね。大体見込み的には9000円くらい取れたという形になります。あれからもちょっとリサーチして、それぞれやってきた感じですね。で、今から家に帰って、次は、ね、梱包発送をね、やっていこうと思いますので、もうぜひね、見ていただけたらなと思います。それでは、梱包発送、やってきます。はい、ということで、ちょっとね、イオンセドリ終わったんですけども、フェーズ3の梱包発送に入ってくるわけなんですけども、まあ自宅にね、ちょっと他にも在庫いろいろありましたんで、段ボール1箱分くらいのね、在庫をね、ちょっとここに並べてみました。はい。で、こちらの商品を今から Amazon の FBA っていうところに、納品して販売していくっていうふうな形になるんですけど、まあ、それね、今からちょっとこれを段ボールにね、詰めていくっていうふうな作業をやっていこうと思います。で、梱包の手順は、3ステップあります。まず、ステップ1つ目が商品登録ですね。こちらのね、納品する商品を Amazon に登録していきます。こちらの商品を販売していきますよ。この商品が納品されますよっていうような、形を Amazon が分かるために商品登録っていうのをやっていきます。で、次、ステップ2つ目が納品手続きですね。こちらの商品を、ね、登録したラベルシールっていうのを打ち出して、それをね、一つ一つあの商品に貼っていったりとか、使う配送業者を、入力したりとか、まあ様々ね、ちょっとした納品手続きがありますので、それがステップ二つ目。で、その納品手続きができたら、次ステップ三つ目が、これ配送業者に詰めた段ボールを持って行って配送してもらうっていうような形になります。もうそこからは特に何もいじることなく、全部勝手に Amazon に反映されますので、まあ、配送業者に渡したら、もう僕らは何もしなくていいっていうような形になります。ということで、早速ね、梱包発送ね、やっていこうと思います。まず一つ目は商品登録ですね。商品登録。商品登録は別にパソコンでもできるんですけど、スマホを使うとかなり便利です。これですね、Amazon セラーセントラルっていう公式アプリなんですけど、ここで商品登録っていうのがありまして、それを使うことでバーコードを読み込んで、簡単にね、商品登録することができますので、ちょっとこれで、ここのカメラボタンを押して、これちょっと読み込んでいきます。
まあ、これですね、イオンのところで紹介したこの商品とか、ちょっと読み込んでみると、商品が出てきて、で、これで出品するっていうふうに押すと、言えるところはこの販売価格とコンディションですね。まあ、今回だったら新品ですね。ここを記入して、最後今度保存して終了っていうのをやると、商品登録っていうのが完了、っていう形になります。じゃあ、これをちょっと一つ一つやっていこうと思います。例えばですね、Amazon の納品するときに、これ、ヤマダのね、このシールが貼られてるんですよ。こういうのは絶対外すようにしてください。もうこういうの貼られてたら、購入されてたお客さん多分いい思いしないと思うので、こういうのは全部外しておきましょう。はい。で、裏側のこれですね、防犯のための貼られている、ちょっとシールなんですけど、これは僕は取らなくていいと思ってます。はい。別にこれはもう店に置いてある段階からこれ貼られてるので、でどこでも貼られているものなので、ここは基本的に僕は剥がさないで納品するようにしてます。ここは結構人によるかなと思うんですけど、僕はこれ外さないんですね。でちょっとやっていこうと思います。はい、ということで、Amazon セラーの、ね、あの画面の方に移ってきました。ここで、納品手続きっていうのをやっていこうと思います。で、まずですね、この在庫管理ですね、 Amazon セラーの在庫管理のところで、今商品登録したものがね、こんな在庫切れっていう風な形で、表示されてますね。はい、これが全部商品登録した商品になります。で、これをですね、ちょっと今からやっていくんですけど、まずここにチェックマークをつけていきます。今回納品する商品にちょっとチェックマークをね、こうやってつけていこうと思います。で、こうやってつけていきまして、ちょっと多いんですよ。これで、全部ですね、今回納品するもののチェックマークがつきましたと。で、この販売価格のところなんですけど、ここはですね、今の最低価格よりもちょっと上げておくといいと思います。なぜかっていうと、この納品するときにですね、FBA というか Amazon 倉庫について納品反映されるまでに、もっとね、高騰している可能性があるので、まあ、それだとね、ちょっともったいないので、値段を上げて販売するっていうような、形で最初はやっておくといいかなと思います。で、FBA に反映されてから最安値に合わせるなりして、売っていくみたいな。それが一番いいかなと思います。で、選択して、ここのね、プルダウンですね、ここを開くとこんな感じでいろいろ出てきます。で、これ Amazon から出荷っていうのを押すと、こんな感じで Amazon から出荷を選択しましたかって、出てくるんですけども、まあ、これははいっていうことですね。はい、続けますよって。で、続けると、こんな感じの画面が出てくるので、現在の取扱い元が、これ全部 Amazon ってなってるんで、これは OK なんですけど、たまにですね、間違えてここ出品者みたいな形になってる場合があるんですよ。はい。で、その場合は、それを選択してもらって Amazon に変換するっていうのが、ボタンが出てきますので、それで対応していただけたらなと思います。で、ちょっと在庫を納品していきます。在庫を納品するっていうボタンを押すと、別の画面が出てきまして、まあ、メーカー梱包個別の商品ってあるんですけども、これはですね、メーカー梱包っていうものはこの段ボールの中に同じ商品のみで構成しないといけないんですね。で、こっちを使うことは基本的にないです。もう、異なる商品で構成、これだけを使うというふうに、思っていただけたらなと思います。で、これでちょっと続けますよ。で、こんな感じで出てくるんですけれども、これですね、今回納品する、商品の数量っていうのをね、入れていきます。数量。ディズニーのパチェリエ、アクエル。これは2つですね。商品何個納品するかなって見ながらやっていただけたらなと思います。で、まぁ、こんな感じで、やっていって、これ、2つ、これ、2つ、これ、4つか、2つ。で、今回納品する商品全部で39個という形になりました。これでちょっと続けるっていう風に押すと、まあこんな感じで出てくるんですけども、誰が梱包を準備しますか？これ Amazon に依頼、出品者が行うっていう風にあるんですけど、これラベルシールのことですね。ラベルシールを商品に、貼り付ける必要があるんですけども、それを Amazon に依頼っていう形もできます。Amazon に依頼っていう風にすると、まあ、ちょっと出てこないかな。一つあたりだいたい20円ほどかかります。自分でやったらそれが削減できるって感じですね。だから僕はちょっと毎回出品者自分で行うっていう風にしてます。はい、削減っていう意味合いもありますし、Amazon にいらしたら若干ね、反映が遅くなるんですね。出品の反映が遅くなるんで、出品者が行うっていうふうに、してます。まあ、これで自分でやるのが一番いいかなと思います。で、これも続けるというふうに押すと、まあ、これですね。すべてできる出品者が行いますよ。で、これでラベルを印刷っていうのができます。まあ、こんな感じで、ラベルシールが出てくるので、これで印刷ですね。印刷していきます。よし、印刷できました。ということで、これを今から貼り付けていこうと思います。じゃあ一旦またね、貼り付けるところね、見せていきたいなと思うので、一旦また飛びます。よいしょ。はい、ということで、ちょっとラベルシール印刷しました。印刷したらこんな感じになります。こんな感じでラベルが出てきて、で、これが一枚一枚ラベルシールになっていって、こんな感じで取り外せるみたいな、形になってます。これを商品の後ろに貼っていくっていうような形になるんですけど、
例えばこれだと、この商品ですね、スーパーマリオオデッセイの限定版の商品と。で、貼る時のコツというか、やらなきゃいけないのはこのバーコードですね。このバーコード、ここをね、隠すようにして貼り付けていかないといけないんですよ。これをね、使ってもう隠していこうと思うんですけど、まあこんな感じで、よいしょ、これですね、これをもうこっから貼り付けちゃうと、よいしょっていうことで、これからラベルシール貼りましたよってことで、こんな感じで、ラベルシールでこのね、あのバーコードを隠しながら貼っていくと、バイクコード、隠せるし、これも貼れるしってことで、一石二鳥なので、こんな感じでね、全商品ね、やっていこうと思います。これとかもそうですね、これなんかちょっとぷくってなんか出てるんですけど、これも同じように上から貼り付けていくと、こんな感じですね。よいしょ。で、これでまたラベルシール貼れましたと。これもひたすら繰り返していきます。はい、じゃあちょっとやっていこうと思います。はい、ということでラベルシールですね、こちら、貼ることができました。はい、ちょっと1枚だけ間違えて余っちゃったんですけど、余分に出しちゃったんですけど、全部貼れました。ということで、ここからはですね、こちらの商品をすべて段ボール、よいしょ、この段ボールですね、160サイズに梱包していこうと思います。で、梱包した後、またちょっとね、画面の方に飛びまして、ステップ2つ目の納品手続きっていうのをね、続けていこうと思いますので、まずはこちらの商品全部ね、梱包していこうと思います。ラベルシール貼り終わったら全部梱包して OK なので、梱包していこうと思います。で、コツとしては、大きくて四角いものはそこに埋めるようにしましょう。はい、例えばこれですね、マジンガー Z のプラモデル、これ1個2000円くらい取れる、めちゃくちゃ激アツ商品なんですけど、まあ、段ボールの底こんな感じになってますので、ここに四角いものをやっぱね、入れやすいので、これをね、入れていくって形になります。じゃあちょっとこれを入れて、次四角いものですね、これですね、プニジェル、これ2100円仕入れの今6980円までプレミア上がってるっていうような形になってます。これ激アツですね、1個3000円ちょっと取れます。これまた入れて、で、これですね、ウルトラマン Z の、Z ホルダーですね。これも結構熱いです。ヤマダ電機で1650円で仕入れて、今 Amazon 3900円みたいな商品ですね。激アツ商品。これ全部入れていこうと思います。よいしょ。あと、これですね。パチエリエ。これもまあ今、400円、500円くらいの利益ですね。はい、入れていきます。四角いものは入れやすいですね。あと、スイッチの動物の森のポーチですね。これも今1個1000円くらい利益です。入れていって、四角いもの、これですね、こちら、損切り商品になります。1個400円くらい赤字ですね、はい、あ、これ危ない危ない、こういうのたまにあるので皆さん気をつけてください。これですね、こういうのも外すようにしましょう。はい、外してなかったですね、危ない危ない、はい、外せました。これもね、あの400円くらい赤字なんですけど、損切りして売っていこうと思います。あと四角いもので言ったらこれかな、ソランちゃんですね、はい、これも1個利益1000円くらい取れる商品ですね。こちらの商品ヤマダ電機で仕入れました。これもちょっとまた、納品して、これですね、外装券、これドンキで仕入れたんですけど1000円ちょっとくらい利益が出る、結構厚い商品ですね。これもちょっと納品していきます。で、次四角いもの、これですね、サウンドジェッカー、ね、これもドンキで仕入れて今2000円くらい利益出ます。箱がパンパンになってきました。どうしようかな、こうかな、次姫、これですね、アミーボ、これは超激安です。ちょっと寝かしとった商品なんですけど、1300円仕入れて今4900円まで上がってます。これもうめちゃくちゃ熱い商品、これが2個っていう感じですね、はい、2個、これ納品していきます。一箱に入らないですね。目測ちょっと間違えましたね。はい、ということで、ふわゆですね、これも1個1000円じゃあ今2000円くらいかな取れるんですけど、これちょっと今回納品見送ります。ちょっと次回のね、納品に回そうと思います。これは結構もう廃盤商品で2018年に作られた商品なので、これはもう多分再生産ないので、多分これから一方的にプレミアになり続けるだけなんで、まあ、ちょっと寝かすというか次の納品時にやっていこうと思います。ここからはもうちっちゃいやつですね、遊戯王のね、デュエリスト編のやつとか、あとまあゲームソフトですね、ヒロアカンのゲームソフト、これも美味しかったですね、1個1000円くらい、これ薄いのでいいですよね、ゲームソフトってやっぱり隙間隙間に入れられるので。じゃあこれも入れていく。で、カスタムベゼルっていう妖怪ウォッチのおもちゃですね、これも納品して、これですね、ウルトラマンジードっていう、これも結構熱い商品です。1個1000円くらいかな取れる感じですね。おっと、忘れようと危ない、これですね、今回イオンで仕入れてきたスーパーマリオオデッセイの、これ薄いですね、限定版にしては非常に納品しやすいです。で、アミーボのタコと、これも今ちょっとプレミアになってます。あ、
これもちょっと入らない。これちょっと入らないですね。これもちょっと次回の納品に回します。はい。で、これが、デュアルショック4のワイヤレスアダプターですね。これはね、めちゃめちゃ薄利です。1個200円くらいしか利益出ないですね。これちょっと入らないですね。これも次回納品に回します。はい。はい、ということで今ちょっとね、納品が全部ね、綺麗に収まりました。ここまでパンパンだと、そんな緩衝材もあまりいらないと思いますので、まあ、ちょっとこれくらいですね。ちょっとちっちゃい滑走材をちょっと詰めとくくらいで全然十分だと思います。まあ動かないようにするんですね。なんでこれでね、ちょっと納品していこうと思います。はい。次ですね、また画面に飛んで、納品手続き引き続きやっていこうと思います。はい。ということで、ちょっと画面の方に戻ってきました。続きね、やっていこうと思います。まあここまで来ましたよね。で、ここまで来て、まあラベルシール印刷しましたよ。で、ここからは、続けるっていうところを押して、これですね。今回の納品先は川口市ってなってます。で、新規作成でこれで OK ですね。はい。納品する商品。まあ、これ特に見るとこあまりないです。で、承認して次へ。ここに納品しますよ。承認します。承認して、で、納品作業を続ける。で、配送のところですね。配送。この配送のところで FBA パートナーキャリアってあるんですけど、なんか FBA との Amazon との特別な契約を結べば安く配送できるよみたいなサービスがあるんですけども、まあ正直全然安くないです、これ。なんか全く使う必要ないと思います。普通に他の配送業者で、僕はいつもU パックですね。日本郵便使ってるので U パックを選択して、ヤマト使う方はこのヤマト運輸を使っていただけたらなと思う。選択して、オプションを選択してください。で、3つ目ですね。箱、輸送箱の話です。で、これは輸送箱、今回1箱なんで1個になります。2個以上ある場合は、これですね、18箱以下のこれを選んでいただけたらなと思います。で、それ以上だとこっちですね。はい。1箱かこれかこの3つの中から選んでいただけたらなと思います。で、1箱ですね、これ。で、入力したら、次これですね。まあ、納品する商品が出てきて、入力するところはここですね。輸送箱の重量。まあ、ここはですね、まあ、正確に測った方がいいんですけども、まあ、僕は、感覚的にわかるので、わかると思ってるので、まあ、今回、ま、9キロくらいですかね。はい。これ確か15キロ以上は、段ボールの横とかに、じゃあ上か、わかるよう、重量超過みたいなシールを貼らないといけないんですけども、まあ、今回そこまで多くない、重くないので、おもちゃばっかりなので、まあ、これ貼る必要ないっていう感じですね。で、寸法は50、50、60と。はい。ここはそこまで正確じゃなくても大丈夫です。50、50、60くらい。まあ、要するに160サイズですね。160サイズの段ボール、大きい段ボールですよっていうことが分かればいいかなと思います。で、確認すると。確認できました。で、次。配送ラベルですね。で、これが最後ですね。段ボールの一番上の頂点のところに貼り付けるラベルを印刷しないといけないんですね。これはですね、もう A4 用紙に印刷します、僕は。で、それをガムテープとか、セロハンテープとかで留めていくみたいな、形でやってます。で、配送ラベル印刷ということで、これですね。これちょっと印刷していきます。よいしょ。はい、ということで、ちょっと印刷できましたので、これを、最後ラベル貼って終わりっていう形になります。で、この時点でね、もう、やることはもう特にありませんので、もう納品完了というボタンを押していきます。ポチッと。これを押さなかったらね、押さない状態で納品しても受理されないので、きちりとね、最後のこの納品ボタンっていうのを押すようにしましょう。で、押してここまで来て、納品の手続き完了という形になります。じゃあ一旦ね、またちょっと段ボールのところに戻りまして、ラベルシール貼っていこうと思います。はい、ということで先ほどね、配送ラベルですね。配送ラベル。こちらを印刷しました。こんな感じですね。はい。ということで、これをね、ちょっとね、段ボールの一番上のね、ところに貼り付けていこうと思います。よし。はい、ちょっと段ボールね、こんな感じで梱包できたので、こちらを貼っていきまーす。よっ。はい、ということで、これまさにこんな感じでラベルシール貼りました。はい、これであとはもう僕の場合は日本郵便ですね、郵便局にこれを持ち込んで配送してもらって勝手にね、受理されて納品反映されるって形なので、もう僕らがやることはもうこれで最後です。はい、これで終了という形になります。これでフェーズ3つ目の梱包発送が完了という形になります。はい。ということで、フェーズ3まで終わったわけなんですけども、これでね、準備物をして、仕入れをして、梱包して、発送するっていうところまでが終わりました。
特別企画、準備から、梱包まで全て見せますはね、これで終了になるわけなんですけども、この動画をねここまで見てくださってるっていうような方はもう2021年、もう何か始めたいとか脱サラしたいとか今年中に別の収入源見つけたいとかね、老後の不安を解消させたいとか、まあ、いろいろあると思います。で今ねかなり強い思いでね、セドリやり始めようと、していると思うんですけど もうその気持ちっていうのをめちゃくちゃ大事にしていただきたいなと思います。正直言って僕ってもうそういった熱意だけでここまで来ました。副業から脱サラして独立してセドリやってるんですけども、当時ですねもちろん僕副業でセドリやってました。仕事始めてもう全然うまくいかないんですよね。設計するような仕事してたんですけど上司からもう毎日怒られてたんですね。その頃ですね、まあ、セドリ始めて仕事も忙しいながらセドリをやってたんですけども、考えて戦略立ててやるなんかやっぱ当時の自分にはもうできなかったんですよ。もうそんなね考えたくもないの難しい。じゃあどうしたかっていうともうひたすら行動しました。ひたすら行動して仕入れとか販売とか行った結果体に染みついてきたっていうような形になっています。皆さん今ね熱意を持ってねセドリ取り組もうっていうふうにね思われてると思うんですけど、その熱意を持ったまま継続してやっていくと必ずセドリで結果出すっていうことができるようになってきますので、だからもし脱サラとか考えてる方そんな夢物語だろうなっていうふうに思わないでください。こんなダメダメなサラリーマンでもしっかり脱サラして一人で生きていく、一人で稼いでいくってことができるようになりましたので、くじきそうになったりモチベーション下がったとしてももう一度ね自分の夢って何だったかなって、それをしっかりやり遂げるっていうところまで、ね、意識持ってセドリね取り組んでいただくと絶対成功しますから、もうそれは僕が証明してます。はい、ということで、まあこんな感じでね、今回の特別企画、終わろうかなと思うんですけども、最後にですねこの動画ね、まあ、結構役に立ったっていうふうに思われたら高評価とかいいんでね押していただけたら僕がね画面の前でもひたすら喜びます。よっしゃーって喜びますので気が向いたらよろしくお願いします。でもしねこれからもね結構ね初心者の方に向けた、特にサラリーマンの方に向けた動画っていうのをねしっかりね皆さんに発信していこうと思ってますので、これからもねちょっとね勉強したいとかっていうふうな方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それから何かね今困っているとかわからないこととか、今もこんなところでつまずいてるんだって、どうすればいいかわからない、どうやってね進んでいけばいいのかわからないっていう風な方は、ぜひですね僕の概要欄に貼ってあります LINE アットから悩みとかも僕に思いっきりぶつけてきてもらったら、僕も全力でその悩み解決していきますので、メッセージ LINE アットの方にいただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。